と18年ぶりに来たバンディエンですが、もうだいぶ変わりました。もうなんかもう街が明るいんですよね。昔はこんな明るくなかったはずで、なんかちょっと通りとかもだいぶ変わっちゃったかなって。結構ホテルとかも建つようになって、で、まあ、道も結構舗装される、なんかこの辺なんか結構泥道だ砂道だったような気がするんですけどね。砂ぼこりがあるでも舗装されてます。もうなんか広くなったような感じですね、道も。今夜はですね、たまたま見かけた、まあ、バンガローというのがあって、まあ、バンガロー結構中の方の路地に入った感じの部屋ですね。割といい感じです。ここは一泊、12万キープですね。まあ、エアコンつけると、まあ、15万キープなんですけど、まあ、エアコンいらないので12万にしてもらいました。でこちらですね、こちらもちゃんとシャワールーム、ホットシャワーもついてます。電気シャワーもついてますね。これで、うん、ビエンチャに比べてかなり安いです。来た甲斐あります。Thank you.